ベドリントンテリアは犬の一品種である。テリアの一種であり、イングランド北西部のノーサンバーランド州にある炭鉱の町ベドリントンにちなんでいる。ベドリントンテリアはしばしば、子羊のような風貌と例えられることがある。これは糸くずあるいは栗綿のような毛皮を持つためと考えられるが、この毛皮は抜け替わることがない。生まれた時から、青、薄茶、赤葛色の単色化、 もしくはこれに、気褐色のブッチを持ち、大人になるにつれて、それらの色が、だんだん薄くなっていく。頭部はくさび型で、キラキラと輝く目を持つ。ソファなどでくつろいでいるときは、従順そうに見えるが、ひとたび刺激を受けると一線構えるような態度を見せ、あらゆる点で、テリアの一種であると言える。体の形は、テリアとしてはやや異質であり、むしろグレーハウンドや、 ウィペットに近いものであるため、かなりの速度でかけることが可能である。しかし一般的な量件とは、前足の構造が異なり、左右の前足の間隔が肘よりも足の部分でより狭まっている。このために、高速で獲物を追いかける際にも体の向きを急に変えることができるようになっている。早足で歩く際には、ベドリントンテリアはいかにも上品そうに見えるように足を上げて、 ツんと済ましたような歩き方をする。ベドリントンテリアは、かつては、ベドリントンと同じノーサンバーランド州にある、炭鉱町ロスベリーにちなんで、ロズベリーテリアと呼ばれていた。ロスベリーテリアは、スコットランドとの境に近いロスベリーの森で、ジプシーによって飼育されていた。実際、一説では、ベドリントンテリアはアリスをイや、その他のゲームのために、ジプシーの対象で、 品種改良されたとも言われている。1870年にベドリントンにおいて初めて公表されたベドリントンテリアは確かにロスベリーテリアの品種改良によるものであったらしい。他のテリアと異なり、ベドリントンテリアの獲物は地下でなく地上で生活するため、早や掛けや良犬としての改良が必要だったと考えられている。加えて、 この研修は一時期は刀剣にも用いられた。最初のベドリントンテリアクラブは1877年に設立されている。ありがとうございます。